はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。プリンセスコネクトリダイブ始めていきましょう。なかなか1位になれないですね。でまた増えます。先輩今なんて言いました？この城壁追いかけプロジェクトにカルミナちゃんたちも参加してる。3人ともうっかり壁にサイン書いてた。あのさ、カルミナ、ここで今年のクリスマス一発ゲー。ありがとうございます。じゃあライク。さあメンバー訪問。ランダムでライク。これが充電無用。なかなか虹出てこないな。うん。お、何？三頭だ。メモリーピースだ。あとですね、結構お金あるんですよね。まあノーマルは打つとして、プラチナあたりも引いとくか。でもどっちがいいんだ、プライズの方がいいのか。でもいっとこうか。あ、虹が一つ来た。そしてうん、こう来ました。星さんが一つ。え、三頭です。これはまた、レイの、あれになるんですね。さて、まとめて大沸かせ強化をしてみよう。だいぶでも欲しい。星さんは増えたな。で探索ですね。クエストを攻略するとアイテムが手に入るんだって。もらえるものはもらっておきましょう。で同じようにマナクエストもやると。テンポがすごいですね、このゲーム。
調整できないの？あ、でも条件があるみたいな。過去のストーリーイベントを楽しめる。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。スタミナだからな。どこ行ってみるか。諸君、お気に入って行きましょう。メンバー情報、リーダーにいいねをしとく。特定の条件を達成すると報酬がもらえる。スタミナなんでもらえません。ということでクエストをダンジョンもやっとくか。やっぱり強いな、星5は。ドラゴンズファントム倒しました。さあ、とっととつらかるですよ。まあ、以前より強くなってますしね。この星子もいる。マナも増えます。で、ボス戦ですね。さあ、最初はなかなか減らないが、一気に削って短時間で葬り去りました。コンプリート5の13に行かないとチャレンジできないんですね、うん、スキップって何？あ、スキップできるんだこれ。なるほどね。わざわざストレートに挑戦しなくても OK ってことですね。じゃあメインクエスト行きましょう。どんどん、バトルアリーナとか、どんどん回復し、行かないといけないんで、普通に。行きましょう。いや、全然スタミナ減ってないよな。
強い。クリアです。なんだろう。どんどん行きましょう。デビルツインズ。協力プレイで行くわよ。メインを進めていかないと強化キャンを限界突破とかできないからね。勝ちましたね。はい、おしまい。あかり、もう一回したいの。ちょっと挑戦するのはいいとして、星6になるキャラをちょっと探そう。見えないんだよな。星6になるはずなんだよな。あ、将軍も星6になるのか。ならないキャラはなった方がいいんだけど。これも星6になりえますね。結構星6になれるキャラが多いな。ピザーレベル上げていく必要があるよね。お姉ちゃん参上。いざ出撃。これが私の大事な勝つで。オンドリア。次はどいつだ。これが私の大事な勝つ。減ってるわけなんだ。さあ問題の46。手早く相当しようか。一瞬で決めるよ。なんなのお姉ちゃん。これが私の悩みだ。はいやー。これでどう？ならない通りです。次はどいつだ？覚悟はできてる。ビスマリウオン。これ使うとヘラ切っちゃうんだ。
不時世の技か。さあ、バトルアリーナ開放です。アリーナが開放されたようです。早速行ってみましょう。超時空闘技大会。困ってます。こちらでございます。あ、発見。二人とも駄目ですよ。勝手にどっか行ったら。心配したんですからね。申し訳ございませんけれど、私たちも何が何やらで、普通に歩いていたのに、気がつけばこのような異様な空間にたどり着いていたのでございます。おう、何なのかしらね、この場所は。ずいぶん広々としてるけど、こんな立派な建物がランドソルの中にあったっけ。異次元にでも迷い込んだような気分でございます。本当に何なのでしょう。ここはバトルアリーナ。太陽と星の祝福を授かりし人々が時空を超えて愛争う闘技場です。何よあんた。失敬。まずは名乗るのが礼儀ですね。私はミネルベータ、このバトルアリーナの管理人です。ミネルベータ。長々とした名称がありますが、便宜上そう名乗っておきます。まあ私については気にしなくても構いませんよ。魂のない人形のようなものなので。人形か。プログラムに従い粛々となすべきことをなすのみです。ともあれ、この場にたどり着けたということは、AI、あなた方には資格があるということです。よろしければここで開催される闘技大会に参加してみませんか。闘技大会？何よそれ。
非公式のイベントを開催するのは法律違反よ。許可なら取っています。はい、国王の印が押された正式な書類ですよ。見せて。文字だわ。公文書として全く問題ない。本当ですね。認可したのはずいぶん前の国王ですか。私も面識はないぐらいの遠い遠い祖先です。歴史がある祖先とは。ああ、いや、なんでもないです。ともかく闘技大会とかいうやつ、私は参加してもいいように思いますよ。どうも出場するだけで豪華賞品とかもらえるみたいですし。商品の内容は書類に記されてませんけど、何がもらえるんでしょうかね。個人的には果物の詰め合わせとかお米1年分とか欲しいです。それがお望みなら用意しますよ。私は願いを叶えるシステムの残滓です。あらゆる願望にお答えしましょう。まあ、うさんくさく思われるなら仕事のようなものだと考えていただけませんか。ある程度の肉体労働に従事していただければ報酬を支払うという感じです。肉体労働、まあ、強制ではありませんし、気が向いたら参加していただければ幸いです。あれかな、あのペダルを漕いで電力を稼ぐという。いつでも皆さんの参戦を心待ちにしております。まあ他のプレイヤーと戦うってことですね。プレイヤーレベルだからな、まあ、似たようなもんだろうな。一応総戦力ってどうなんだ。まずユニットを組まないとダメなんじゃないの。そういうことだよな。いきなり死んでるんだが。2体しか残ってない。うーん、押し込まれてる。2体負けた。いきなり負けてる。1万7000になったんだ。防衛設定？大輔氏とはどうだ？なるほど、戦える頻度っていうのがあるのか。ジュエルを、それを破るならジュエルを使うしかないってことか。死んだ。では相手倒した。いいね。こちらの方が数有利に見えるが、残り3体。あ、集団攻撃撃つやん。勝った。初めて勝った。なるほど。来るタイムはあるんだ。その一方で、でも1万7000しかないからな。行きましょう。ストーリー。
おお、かっこいい。第3章に入りました。ただいま。みんないい子にしてた？おかえりなさい、ママ。それママって呼ばないでね。いつも言ってるけど、私まだ17歳よ。え、そうなんだ。それよりも悪いけど、お腹ペコペコだから、晩ご飯の残りでもあったらちょうだい。何もないならてんやものとか頼むけどね。あ、大丈夫です。今日はすずめお姉ちゃんが仕事で遅くなるって言ってたから、私たちが食べるものを用意しといてくれて。だから食べるものはありますから、食べ直してきます。危ない、慌てなくてもいいからね、くるみ。っていうか食べ物の用意ぐらい自分でするわ。もう夜も遅いし、くるみは部屋に戻って寝ちゃいなさい。うん。いやでも、せっかくママサレンがお家に帰ってきたから、おしゃべりしたい。ああ、うん。じゃあ一緒に食事の用意をしましょう。仲良くおしゃべりしながらね。ずっと家を開けちゃってごめんなさい。寂しかった？うん、みんな寂しがってましたよ。うん。でもあとちょっとの辛抱だから。今日もなんだか無駄にトラブルに巻き込まれちゃって、先行き不透明だけど、あんたたちの平和な暮らしが第一で最優先よ。ママそれ抱きしめちゃ嫌です。苦しい。私たちはどうすればよろしいのでしょう？ああごめん、お客さんを玄関の前で立ち往生させちゃって。空き部屋がいくつかあるから案内するわ。そこに荷物を運び込んじゃってね。悪いけどベッドメイクとかも自分でやってちょうだい。一流ホテルのスイートルームとはいかないけど、まあ雨風はしのげるわ。うん。今日はお互い疲れてるし、ゆっくり休みましょう。おっと、言い忘れてたわね。宿女らしくきちんと歓迎の挨拶をしないと。ようこそ愛しい我が家サレンディア救護院へ。これがサレンディア救護院か。お、このパジャマもいいな。ずっと状況に流されっぱなしでございますね。お疲れでしょう、主様。手早くベッドを整えましたので横になってくださいまし。はい、荷物は後日これまで寝泊まりしていたホテルから運んできますので、今日のところはゆっくりお休みになってくださいまし。はい、サレン様のご厚意でこのサレンディア救護院に泊めていただけることになったのですよね。ホテルの事情にももうだいぶ遅い時刻でございましたし、ずっとホテル暮らしをしていると宿泊費だけで救急としてしまいますしね。ほとんど無料で寝床を提供してくれるというサレン様のご提案は渡りに船でした。いろいろトラブルに巻き込んでしまったお詫びなどと言われましたけれど、まあお言葉に甘えて今晩のところはご厄介になりましょう。あれなら生活が安定するまでここで寝泊まりしてもいいなどと言われましたけどね。生活か。そこまでお世話になるのもやや心苦しくはありますね。サレン様たちを信用してよいものかまだ判断がつきませんし。そうなんだ。まあ私は主様のご判断に従います。どうかお好きなように、何があっても私が主様のお命だけは守り抜きますので。とはいえさすがに今日は
散々修羅場に巻き込まれたので疲れました。私も休ませていただきますね。お休みなさいまし、主様。え？なんだ？え？何？失礼します。もう寝ちゃいましたか？お食事の準備ができましたので、まだ起きられておられるならご一緒に。え？お食事の準備って、まあそうだな。そういう関係とおっしゃいますと？私と主様はご覧の通り、ごくありふれた主従関係でございます。就寝中、主様は無防備になられますからね、うん、こうして私が同じ寝床に入って身辺の警備をしているのです。何があってもすぐに対処できるように。私は体温が高いらしく、抱っこして寝ると湯たんぽ代わりになっていいと主様には好評でございます。すごいね。いけませんか？いけませんよ。あなたたち別に親子でも兄弟でもないんですよね。間違いがあったら大変です。子供たちの教育に良くない。コッコロちゃんにも別室を用意してますから、そっちで寝てくださいね。ほら、おいで。早く、子供たちに見られる前に。ふむ、何をそんなに慌ててらっしゃるのですか、スズメ様。私たち、これまでも同室で寝泊まりしておりましたよ。それぞれ個室を借りると、宿泊費が高くつきますからね。ダメだったでしょうか。ダメですよ。もうあなたたちってたまに常識がないですね。謝ることはないですけど、そういえばあなたって記憶喪失なんでしたっけ？そうだった。主人公はいろいろ大事なことがすっぱ抜けてるんですね。それなら情状酌量の余地はあるっていうか、仕方ないです。でもまあやっぱり若い男女が同寝するのは問題なので、すぐ向かい側がコッコロちゃんの部屋ですから、コッコロちゃんはそっちで寝ましょう。嫌です。けれど私は主様のおそばから離れたくないのです。わがままを言わないでください。寂しいのはわかりますけどね。心細いなら私が一緒に寝てあげますから。主様はダメで、スズメ様は OK なのでございますか？理屈が分かりかねます。できれば主様と一緒がいいのですけど。はあ、もうどう説明したらいいのやら。困っちゃいますね。とにかくお嬢様が広間でお待ちですので、二人ともそちらで一緒にお食事をとってくださいね。寝た途端に食事って、まあ、眠いなら寝ちゃってもいいですけど、しばらくお二人はサレンディア救護院で過ごされるんでしょ？それならおしゃべりする機会はこれから先いくらでもありますからね。うん、そうだね。じゃあクエストを続きいきましょう。4-7ですね。行きに行くです。いざ出陣。みんなのお姉ちゃんは決めたいですか？
勝った。これが明日を切り開く力だ。お絆レベルは上がった。行政とかがしっかりしてないのかな。と知ってんのか。抜けがけ禁止ってリノちゃんには言われてるけど、いいよね。ここで弟くんと会えたのは偶然だし、抜けがけしようと思ってしたわけじゃないんだもん。つまりこれはもう運命だから。弟くんとお姉ちゃんは小指に結ばれた赤い糸によって出会うべくして出会ったわけだよ。おしゃべりとかして関わって弟くんにお姉ちゃんのことを思い出してもらっちゃおう。でもその前に、ここどこだかわかる？恥ずかしながらお姉ちゃんは迷子になっちゃってるの。
次は何これ、行きましょう。私がバイトしてるクレープ屋さん、ちょっと偏僻な場所にあるからね。お店のそばをお客さんが通りかからないんだよ。だから分かりやすい地図を記載したビラを配ってるんだ。ついでにどんなクレープが好きなのかとかのアンケートを取ってるの。地道な営業活動。君にもビラあげるね。うん、よかったら小腹が空いた時とかにお店に来てほしいな。あと今時間あるならアンケートに回答してくれる？いいの？わーい、ありがとう。君はやっぱりいい子。うんうん、困ってる人を見過ごせないんだね。優しい子に育ってくれてお姉ちゃん嬉しい。じゃあいくつか質問するから気負わずに適当に回答してね。よく行く飲食店とかある？どのぐらいの頻度で完食をする？好きな食べ物は何？全部の質問に律儀に答えてくれてる。やっぱりいい子だな。抱きしめちゃいたい。でもダメ、抜けがけ禁止。この機会にもっと仲良くなりたいけど、今は余計な刺激を与えちゃダメってマスターにも言われてるし、残念だけど我慢しなくちゃ。でもアンケートにかっこつけて質問するぐらいは OK だよね。弟くんについてもっと詳しく知りたいもん。離れてた時期が長かったし、今の弟くんは私の知ってる可愛い弟とはかけ離れちゃってる。別人になっちゃったとは思いたくないけど、でも少しでも溝を埋めたい。お姉ちゃんだから弟のことは何でも知っておきたい。弟くんについて調べることはラビリンスの活動方針とも合致するはずだし、うん、そんな感じの理論武装でいこう。じゃあ次の質問をするね。君はどんな女の子が好み？え？わあ、模範解答って感じ。優しいって特別なスキルがいらないから、どんな女の子でも肯定できちゃえる魔法の言葉だよね。わかる。うんうん、きつい子よりは優しい子の方がいいよね。でも女の子の優しさって純情な男の子をうまく誘導するための演技の場合もあるから、
その辺見抜ける審美眼もちゃんと身につけておかなくちゃダメだぞ。ともあれ回答ありがとうね。ほうほう、なるほど。そっかとりあえず突拍子もない質問をしても真面目に答えてくれるところとかは私の知ってる君のままなんだって知ることができてよかったよじゃあ次の質問をするからね。君のこともっとお姉ちゃんに教えて。
円行きましょう。478。お姉ちゃん参上。いや。未来を見せてやれ。だんだん敵が強くなってくる。よっしゃ。倒しました。お前に未来はない。生きに行くです。まだなんかあるな。大丈夫です。普通が多いな。
オッケー。やった、お姉ちゃんしっかりできたよ。さあ、いよいよ4名もラストですね。あっという間だ。さあ、ボスです。ふむ、あれは随分と大きなお魚さんですね。何やら異様な敵意のようなものを感じます。お魚なんて可愛いもんじゃないわね。あいつはシードレイク、本来は海の底から出てこないのに。あんたたち気をつけなさいよ。こいつの吐く霊気に当たるとカチコチに凍っちゃうんだから。そうなっても助けてる余裕なんてないわよ。ちゅるり、煮魚、焼き魚、お刺身、お鍋。あなたはどんな魚料理が好きですか？二人して何和んでんのよ。気をつけろってば。さあ、どんどん対決です。どんどん削ってますね。わ、これが攻撃か。やりました。確かに。レベルは上がる？おっと、その前に。諸軍島の天下統一、なかなか進まないですね。こんなに困難な道のりになるなんて、想像以上に大変そうです。しかし、険しい道ほど進みたくなるものです。高い高い壁を乗り越えた先に最高の未来が待っているものなのです。さあ、ランク4。それに将軍が行くなら私はどこまでもついていくです。将軍の背中はニノにお任せです。4のアリーナクリアですね。限定ショップ。限定ショップはクエストをクリアすると出現する場合があります。マナで装備などのアイテムを購入できるので、欲しいアイテムがないかチェックしておきましょう。限定ショップが出現した後、さらにクエストをクリアするとアイテムが追加されることがございます。限定ショップは毎日5時に閉じますのでお気をつけください。罠が。一応買っといた方がいいのか。あ、それだけじゃない、売ってんのは装備なんかもあるんだ。
全部買っとこう。これでもうあの買うものは終わった。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。これで44になった。いろいろありますね。キャラをランク配分しよう。必ず出てくるとは限らないのか。久しぶりってほどでもないか。ああ、あれは本当に大事件だったな。さすがの大悪党様でもかなりしんどかったぞ。でもまあ、北斗と再会するきっかけになったことには一応感謝してるけどな。何にせよ、終わり良ければ全てよしだ。終わってればな。いや、私の思い過ごしかもしれないんだけど、祭りが終わってからしばらくなんかこうムズムズするんだよ。まるであの事件はまだ終わってない、そんな気がしてすっきりしないんだ。あいつらの仕業じゃないことは間違いない。
だからこれは私の思い過ごしだ。そのはずなんだけど、え、道具屋さんまだお休みなんですか？ご主人がお体を悪くされたんでしょうか？それがね、女神の祭典が終わったあたりから日がな一日ぼーっとしてるみたいなのよ。しかも昔の思い出のことばっかり口にしてるみたいで、どうしちゃったのかね。そうなんですか？あそこのご主人真面目な働き者なのに。真面目すぎた反動が来たのかもね。何せよ早く良くなるといいんだけど。おい、今の話聞いたか？あまり考えたくはないけどな。とにかく確かめに行くぞ。ちょっとあんた、いい加減にしとくれよ。いつまでそうやってぼーっとしてるつもりなんだい？すまない。でも貴族とあの時の光景が目の前に浮かぶんだ。まだ残ってんな、ひらしかく。友達と野山を駆け回り、虫捕りをして、木の実を食べて、自由で最高の時間だったな。ああ、まただよ。本当にどうしちまったんだい、この人は。おい、邪魔するぞ。なんだい、あんたたち、やぶから棒に。悪いけど店は休業中だよ。ああ、静かにしてくれ。え、おっちゃん喋れるの？うわ！お、びっくりした。手品か何かかい？間違いない。楽園のあれだ。でもなんだか。はや、考えるのは後だ。すぐに解放してやるからな。はぁ？あれ、頭がすっきりしてる。すぐにぼーっとしちゃってたのに、どうして？あんた、元に戻ったんだね。はぁ、よかったよ。苦労かけてすまなかったな。俺はどうかしてたみたいだ。ありがとうな、お嬢ちゃん。礼はいらない。その代わり、ちょっと話を聞かせてくれ。おばちゃん、おっちゃんがおかしくなってから会話はできたのか？そうだね。昔を思い出してぼーっとはしてたけど、受け答えはできてたね。うん。それにぼーっとしながらだけど、食事したり風呂入ったりもできたよ。記憶だけだな。まあ、とても仕事にはならなかったけどね。うん、そうか。あと、おっちゃん以外にもこんな風になってる人っているか？私は直接会っちゃいないけど、うちの人みたいになってるって話はいくつか聞いたね。なるほど。参考になったぞ。ありがとうな。やれやれ、こいつは参ったな。いや、こいつはアスラたちの能力とは違うと思うぞ。あいつらのは無理やり過去に閉じ込めるものだからな。でも、あのおっちゃんは思い出に浸ってたけど、他の人と話はできてたよな。だから似てるけどちょっと違うと思う。これは私の予想なんだけど、楽園の力の余波みたいなやつなんじゃないか。町の人たちは絶対的な思い出の世界に浸ってたんだ。その影響がぶり返してきたって感じだと思うぞ。はあ、ある程度普通に暮らせてたみたいだけど、周りの人にとっては厄介だよな。くそ、まだ楽園のゴタゴタは片付いてなかったのか。決まってるだろ、大悪党ノエム様が大暴れしてやるだけだ。
件？兄貴、見ましたか？あいつらの顔。兄貴の岩をも砕く一撃を見て真っ青になってましたぜ。言ってやるな。俺の剛腕の前じゃ誰だって生まれたての小鹿みたいにプルプル震えちまうからな。強者見つけた。ああ、なんだてめえその口ぶり。まさか兄貴に挑もうってのか。失せろ。いちいちお前みたいなやつを相手してたら時間がいくらあっても足りやしね。我最強なり。誰？兄貴。嘘だ。兄貴が瞬殺なんて。兄貴。足りぬ。あの栄光の日々にはもっと強者を。聞きました？昨日また辻斬りが出たんですって。怖いね。あんた夜一人で出歩くんじゃないよ。でも辻斬りが狙うのって強い人ばかりみたいなんですよ。格闘家、剣士、魔法使い、荒くれ者。被害に遭ったのはみんな名の知れた強者ばかりらしいです。そうなのかい？だとしても怖いね。一見平和に見えるけどまだまだ落ち着かないね。そういえば近所に住んでるおじいちゃん、昔は有名な剣豪だって聞きましたよ。そうなのよ。みんなが恐れ憧れた天下無双の剣士だったんだから。と言っても今じゃすっかり衰えて家からほとんど出てないみたいよ。どれほど強くても老いには勝てないのね。なら辻斬りに襲われることはないと思うけど、それでもちょっと心配ですね。辻斬りか。つまんない悪さしやがって。普通に考えればそうだけど、でもタイミング的には気になるぞ。楽園の余波のことまだよく分かってないからな。うん、よし、とにかく動いてみるか。じっとしてても始まらないからな。強者見つけた。我最強なり。かかったぞ。おとり作戦大成功だな。それにこの感覚、間違いない、楽園の力だ。強者見つけた。本物の強者。お、あたしの強さが分かるのか。やるな、じいさん。そういうあんたもなかなかだ。その立ち筋、速度、威力、あたしじゃなきゃやられてたぞ。じいさん、もしかして昔剣豪って呼ばれてなかったか。我求む強者。我最強、天下に知らしめる。あの栄光の日々を再び。やれやれ、全然聞いちゃいないけど多分当たりだな。じいさんは楽園の余波で過去の栄光を思い出したんだろう。で、栄光を取り戻すために強いやつを片っ端から襲って倒してるってところだ。ま、あくまで私の想像だけどな。とにかくこいつは放っておくには危険すぎる。止めさせてもらうぞ、じいさん。一騎打ちだ。
お？よっしゃー！楽園の守護者まで出し上がるのかよ。思ってたよりヨハは手強いな。問題ない。でもおかげで分かったぞ、じいさんの不安ってやつが。このじいさん昔は名の知られた剣豪だったんだ。だから剣の道から退いてる今、自分がみんなから忘れられちゃうことを怖がってるみたいだぞ。辻斬りなんてことをしたのも、もう一回剣豪として有名になりたいって思ったからなんだろうな。でもそのやり方はダメだ。このままじゃじいさんは人斬り、つまりは大悪党になっちゃうだろう。そんなこと、本物の大悪党ノエム様が見逃すわけないだろう。ここでぶっ飛ばす天狼破断剣ドリャーン。私は一体何を。よ、目が覚めたか、じいさん。あんた自分が何をしたのか覚えてるか。夢を見ているようだった。おいで肉体、思考力、判断力が衰え、日常生活すらおぼつかない失意の日々。このまま誰にも顧みられず朽ちていくのかと思っておった。そんな時、突如かつての栄光の日々が目の前によみがえったんだ。楽園の余波が現れたんだな。わしの人生最良の日々を見続けているうちに、塔に尽きた気力がみなぎり、肉体をもよみがえった気がした。今ならあの栄光の日々を取り戻し、再びわしの名を天下に轟かすことができるやもしれない。そんな思いが次第に大きくなっていった。それからのことはあまり覚えておらん。だがこの手に相手を打ち負かした時の感触だけは残っている。どうやらあれは夢ではなかったようだな。まったく剣豪が聞いて呆れるな。ああ、そうだ、じいさんはこの先二度と剣豪として有名になることはない。なぜならその度に私が、この大悪党ノエム様がじいさんを止めるからだ。そうか、あんたがわしを止めてくれたのだな。過去の栄光にすがる愚かな悪鬼になり果てずに済んだわい。ありがとうな、ジョーちゃん。だがこれで終わりだと思うと、やはり寂しさはあるな。じいさん、確かに昔みたいな剣豪には戻れないかもしれない。でもあんたの名を、強さを未来につなげる道はまだあるだろう。ああ、そうだな、ちっとは体も動くようになったんだ。残りの剣士としての人生を正しく生きるよ。とりあえず道場でも開くとするか。わしの技を次世代の剣士が継承していく、悪くない話だ。なあ、今回のことで私は人の思い出の強さってのを改めて思い知ったぞ。人は思い出から逃れることはできないし、一度解放したとしてもまた余波が現れるかもしれない。だから私はこれを元から直す。まだどうすればいいのかわからないけど、必ずやり遂げてみせるぞ。
私にとって一番の思い出は北斗と過ごした時間なんだよな。お前の一番の思い出はなんだ？そうか、友達多いから決められないよな。本当に。わ、まだあげられない。18,000まで上がったか。このままじゃまだ勝てないよな。あれだけやってみるけど。やっぱりある程度持っといた方がいいのか。ニナに切れぬものはないです。将軍は館船に乗った妻しか、これがあるみたいですね。いらっしゃいませ。って、なんだ聞こうか。今日は客として来てくれたのか。うん、手土産になるような美味しいおやつが欲しい。ならばこの辺りがおすすめだ。音の鳴るラムネに七色のガム、棒付きキャンディーはなんと光るのだ。甘いものならこっちにもあるにゃ。たい焼き、たい焼き、またたい焼き。見た目は一緒だけど中身は全部違う。お得なセットも用意して。こっちにはコーヒーにカフェラテ、ミルクもあるにゃ。そうだな、気候も一息入れていかないか。特にコーヒーがおすすめだぞ。ほら、猫たちも歓迎してるにゃ。次回、猫と駄菓子の喫茶店カフェラッシュカッツェにようこそ。そう。あ、ダメ、ダメっぽい。必要なアイテムが獲得できるクエストです。
私、主様のためにね。もう一ランクアップする。いいですね。もうすぐやって何？ああそういうことか。まだ才能開花はローリーピースが全然不足しているからな。ここまでなんだよな。
諸君の草履、懐で温めておいたです。一緒に出かけましょう。ということで、ひとまず今回ここまでですね。はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。